ロッテ吉井監督、超絶有能なのに目立たない。井口だったら最下位争いやろ。井口も有能だけど首位にはなってないかもな。今年監督が目立ってるチームって大概弱いやろ。地味でクソなのに残り3球団がトラブルや再建で勝手に落ちて3位になってしまった球団もあるんや。目立たない方が良い。クソようやっとる。あんな戦力で首位争いはようやりすぎとる。高津、中島、吉井とちゃうか。別に目立ちたくもないやろ。井口も有能定期指標より井口も勝ってたわけやし、野手はどうにもならんが投手を立て直してるのはすごい。井口もそうやけど数字や指標より勝たせれるのはすごいわ。逆に勝てないやつはクソ采配してると思うし、今年の中島なんかまさにそうやわ。投手運用にはコーチ時代から定評があったし、吉井コーチが有能なのは分かっていたわ。監督って地味な裏方でええんよね。中村3番固執するの以外は井口采配よりすこ。あまりにまともすぎてずるいわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。